この前さ、正月休みに実家帰ってさ、というか実家帰ったんですけど、なんか、あれ見たわ。家族というか、姉貴とおかんが、あの、PUBG の俺の動画見てた。うん。あの、死ぬ、死因のやつね。笑った。目の前でって。そう、目の前で。やっぱそういう話になるわけやん。実家帰ってさ。もちろんこれやってること知ってるからさ。どんな感じなんみたいな話になるわけよ。うん。いや、うちのおかんさ、俺のチャンネル登録者数さ、最近テレビで結構やっぱ出るやん、YouTuber みたいな。うん、だからさ、結構知識つけてきて、で、あの、笑い芸人のさ、ヒロシさんいるやん。キャンプの動画めっちゃ上げてる人。で、ヒロシさんと一緒ぐらいの登録者数で、あんたすごいわね、みたいなこと言われて、うん。そのね、なんか、基準が、やっぱ芸能人。うん、まあ、ヒロシさんもう今すげえ伸びちゃったけどね。うん。ごめんな、おかん。もう、あの人は、天上、天界の人。ヒロシですって。ヒロシさん、マジすごいからな。チャンネル登録者数54万人ぐらい。つえー。勝てねえ。で、まあなんかその、昔からね、昔からというかもう、前にその、PUBG の動画見てんのよ。で、唯一、それが、おもろいらしくて、うん、唯一ね。唯一だよ。それ以外は、おもんないわって言われた姉貴に。クソが。クソが。なったらちゃんと面白いよって。な、ありがとう、ありがとう。こういう反射見ないのって。いや、見ないでしょ、知らんけど。やっぱあれはね、おもろいっぽいね。そのなんだ、愚痴壺のあのチーズのやつもおもろいし、なんかね、やっぱね、俺の笑い方がね、ツボらしい、あの動画は。うん、釣られるって言ってた。よかったやんって。うん、よかったよかった。よかったなのか、果たして。よかったなのか。親にそれ言われるんかって、せやぞ。どんな気持ちだと思う、これ。なあ。